はい、今日はねこのハッピーターンアイスのレビューをやってみたいと思います。ハッピーターン、あのハッピーターンがアイスになったってですね。薄さはこんな感じですね。結構薄い。はい、じゃあちょっと開けてみます。硬い、結構あかん、あ、開いた。よし、はい、中はバニラみたいな感じになってて、早速一口いきます。なんやろ、バニラなんだけど、ハッピーターンの味が後から来るって感じ。なんとも言えない味って感じですね。あ、でもこれ好きな人は好きかもしれない。ハッピーターンアイス。